次にモントレパークで行われたチャリティーディナーショーの話題です。このイベントは中国系のテレビ局 HTTV が主催をし、音楽やダンスのほかライブオークションなどが行われました。4月29日金曜日、モントレーパークの NBC シーフードレストランでチャリティーディナーショーが行われました。このイベントは中国系テレビ局 HTTV の主催で、日系の J グッズやオーロラファウンデーションほか数多くの団体の協力のもとファンドレイジングを行いました。参加者はシーフードディナーを楽しんだほか、エンターテインメントには日中のアーティストがボランティアとして参加、空手、歌、三味線、ジャズ、墨絵のパフォーマンスが行われ、ラッフル、オークションなどで寄付金を集めました。今回の純益はすべてオーロラファウンデーションを通じて被災地へ寄付されます。 I'm so happy that it's so many Chinese people tonight and all because they care and they want to share, then we all together united andto give our love to the people in Japan and their family. And we love you. CM の後はその他の話題です。